も渡っています。いや降ってます降ってますよ。まあ、この先峠が、まあ、あのライブカメラで見るともう完全に雪なんで、まあ、ちょっとあの下の方でチェーンだけ巻いて上がっていこうかなって感じです。だからなんせね、あの空車なんで空車なので、ちょっとそういう感じで走っていこうと思います。もう間違いなく登らないので結構まだね、雪がやっぱ重たい雪なんで、ちょっと湿っぽいね。まあ、こんな雪では多分上がらないと思います。とりあえずなんか振りが結構な感じですね、本当。ライブカメラ見た感じだと、まあ、なんかワイヤーチェーン巻いたぐらいでいけるかなみたいな感じはあるんですけど、ちょっと下の方まで行ってみて、あの判断したいと思います。そう、今日あれなんですよ、あのワイパーを、あの雪用のスノーワイパーっていうんですか、あれ買って、あの届いてたのに家に忘れちゃってすげえバカじゃないですか、忘れちゃって。結局あのいつものワイパーのままですね。何やってんだかって感じですよね、本当に。せっかく買ったのに今日が絶対雪だからって思って、あ、すぐ届くからこれで、ね、これ買っちゃおうみたいな感じで買って忘れるという本当ダメですね。しかもこれ持っていくようにっつって、なんか準備して置いてあったんですけど、それを忘れるってありえんすよね。なんかすげえ降ってきたな。いや、なんか道もシャーベットっぽくなってきましたね。
空車の時弱いからね、ほんと。出るとなんかもうやっぱね、道こういう状態が多分すごい染みちゃうと思うんで、夕方って結構ね、あの潮巻きとかが遅れるともうテッカテカになっちゃうんじゃないですか。それが怖いので、なるべくちょっと早めに出て動いてるんですけど、やっぱ夕方とか夜になってくるとね、一気に冷え込むんで、危険度が増すんでね、早めに、まあ、動けるときは早めに行った方がいいですね、雪道は。まあ、しかもどうなるか分かんないんでね、雪の状況が。なんかそれこそね、前話したみたいに高速とか国道とかもすぐ止まっちゃうみたいな話してるんで、まあ、それを考えると、なるべく早めに動いていた方がちょっと正解かなとは思いますね。やっぱね、このぐらいの時間ならまだ下がね、あの凍ってないんでね、そんだけ違いますよね。これが下が凍るとマジでね、怖いし、まあ、走りづらくもなるんで、やっぱいかに気温がね、なるべく高いうちにこう通過するかっていうのが大事じゃないですかね。やっぱり2積んでるとね、もうちょっといいんですけどなぜ空車なんで。
ターが入ってるのかな、なんなんですかね、すごい曇るっていうか あったかいんですよ、この中も。あの普通のトンネル以上にめちゃくちゃ暖かいんですけど、なんなんですかね、これ下にヒーターとかなんか入ってるんですかね、だからすげえ曇るんですよ。でもあの前についた雪とかめっちゃ一気に溶けちゃいますけどね。あの冬場にあのワイパーがそれこそ凍ってる時にここのトンネル通るとね、あの一気に溶けるんでね、ありがたいところ。ありがたいトンネルですよここ。とりあえずあのちょっとね雪道だいぶ白くなってきたんで気をつけながら走っていきたいと思います。見守りありがとうございました。